ガラスビンビン、瓶はガラスや陶器を材料とした容器。ワインボトル液体を入れる標準的な形に檻を瓶内に留める工夫が見られるメイソンジャーの中の保存食ピクルス用広口瓶再利用可能なジャム用広口瓶抱き合わせた時に倒れにくくなるように作られた調味料用ビンビンは液体や 固体の輸送と保存に適した容器の形態で、容器入り口には密閉用の機構を備えるものが多い。簡単なものでは入り口にはめ込む紙蓋やコルク栓、ゴム栓など柔らかい素材でできた栓がされるが、王冠など金属製のキャップを利用するものも少なくない。密閉性が高く、外気との遮断ができる点でも優れている。円柱型のものが多いが、稀に拡柱状の角瓶もある。 各瓶は船積みして遠方に輸送する際に、荷積みの便利さから工夫されたもの。またガラスが発明される以前に、羊などの胃袋を利用して飲み水を入れるための容器に仕立てられたものの形をガラスで再現したものもある。この、任意の形に加工しやすいという性質は、異常を凝らした様々な瓶も生んでいる。こういった容器は、 人間とガラスなど加工しやすく硬い素材との付き合いが始まって以降に利用が進んだがその形状や機能は研究され保存食の容器としてや飲料の容器として広く利用されている内容物に応じて口の広い瓶から狭くなった首を持つものまで様々だがそうじて食品の瓶は口が広く飲料や調味料など液体の瓶は口が狭い 開口部が狭いほど液面の面積が狭くなるため、たとえ蓋をしていなくても保存性が高まるという面もあるため、液体の瓶は先細りとなっているものも少なくない。瓶の漢字には瓶と瓶がある。瓶の読みは平から瓶に時代とともに変化したもので本来は陶器の壺、陶器一般を意味していた。一方、 瓶の読みは本来は、炭でありかわらけの壺を意味し、ガラス製の容器という意味は、日本独自の用法とされている。英語で、ボトルというと、口の細い瓶を刺し、ジャーというと、広口瓶を刺す。瓶に、取っ手がある水刺しに近い瓶は、英語でジャグである。瓶にはその用途に応じて様々なものが存在する。古く瓶の製造が大量生産ではなかった時代には、 瓶は貴重な容器で、で洗って何度でも再使用するこの方向性は現在でも一生瓶やビール瓶、牛乳瓶などに残っており、これら洗浄して再使用することを前提とした瓶はリターナブル瓶とも呼ばれ循環型社会では飲料や食品、調味料の容器として注目を集める。その一方で産業革命以降には 瓶の大量生産方法が確立され、使用した瓶を破砕して、ガラス原料としてリサイクルする場合がある。これは、リターナブル瓶のタイニ語である、ワンウェイ瓶とも呼ばれる。こと洗浄して、再使用するリターナブル瓶の場合では、内容物ごとに衣装を凝らして、製品種類をアピールすることは配慮されないため、比較化された大きさ、形、色をしている。 例えば一生瓶でも日本酒などを入れるものは茶色の色付き瓶で食用油などは内容物を見分けやすい淡い青色の透明瓶が使われるが形状はどちらも釈迦法における一生の細長い首を持った同じ形をしている古く吹きガラスで作った瓶が用いられたがこういった瓶は大きさや容積がまちまちであることから工業単位で製造された物品を収めることに向かず 次第に大きさが規格化されていったことが伺われる。瓶はガラスや陶器、あるいはプラスチックなど、加工時には、過塑性を持ち加工後は硬質化する、安定した物性を持つ素材で作られるのが常である。ただし、映画の撮影やコントなどでは、ガラス瓶の強い衝撃を与えると割れ砕けるという性質を安全に再現するために、アメガラスと呼ばれる。 特別製の瓶が利用される。これは既存のビール瓶などに似せて作られるが、弱い力で割れ、また破片で怪我をしがたい。このタロジンなどでも同様の物品が作られる。ただしこれらは容器としての役には立たず、瓶の形をした壊れやすい物品に過ぎない。プラスチックをはじめとした捨てるものが環境に与える影響を踏まえて、 紙製ボトルの製作も試みられている。2019年にはビール会社のカールスバーグが木質繊維のボトルに PET 樹脂をコーティングしたビール容器の試作品を公表している。ありがとうございます。